はい、こんにちは、空波です。はい、今日もね、一人でのんびり、飯田か、飯南方面を満喫しておりますけれどもね。やっぱりね、改めて思うのはね、やっぱり一人って改めていいなって思うね。まあ最近ね、こうなんていうのかな、こう人と、つるむ、もしくは、特定のね、店に、何度も通う、まあ、あの言い方悪いとちょっと深入りするっていうかな、まあ、そういったところもあったんだけど、もともとこう一人っていうのが合う性分なんだろうなっていうのはすごく身に染みて最近また思うようになりましたね。俺が一番大切にするものっていうか、休みの日にこうして、自分の時間を過ごすということにおいて一番大事にすることってやっぱり自由なんだよね。自由っていうのはやっぱり誰にも縛られなくて何にも縛られなくて、でもそれって結局一人じゃないと成し得ないことなんですよね。まあそこは、改めて、よく分かりました。そうですね、ちょっとね、今日はもう改めて思ったんだけど、やっぱね、俺ぼっちだわぼっちだわ、ぼっちがねやっぱり一番ですね。一人が一番です。まあ、いろいろなんていうのかな、まあ協調性もないんでしょう。もともとね、一匹狼っていうか、まあ一匹狼じゃねえな俺の場合一匹豚かなまあ何でもいいんだけど、一匹イノシシかまあ何でもいいんだけどさ、まあ最近ね、まあいろんなちょっと人と一緒につるんだりね、こうまあ、同じ店に、通い詰めてちょっとその店にもね、あの深入り、しすぎたり、ちょっとしていたなというふうに、思うんだよね。まあ、それでねやっぱりこうある程度、まあ、いろんなものにこう関わる際にね、まあ、浅く広く関わるっていうことは、まあ、ある意味、そんなに大きな怪我もしねえというふうに思うんだけど、結局ね、まあ、人が増えれば、まあ、いろんなやつが来るわけだよ。まあ、そのグループにしてもそうだし、あるそういうお店にしてもそうだよな。中にはやっぱりね、どうしたってこいつはおかしいだろう、どうしたってこいつはちょっと何なんだろうっていうか、合わねえやつっていうのはさ当然出てくるよね。まあ男でもそうだし、まあ、女でもそうなんだけど、やっぱり人が増えれば増えるほどさ絶対にあるんだよそれは。まあ人間だからね、みんなそれぞれ、違うからさ絶対そういう合う合わねえってのは出てくる。で合う合わねえっていうのが、まあ、出てきた時にね、まあそうだな、その、浅く広く付き合って、いれば、そんなに大怪我しねえんだよ。まあその店ということに関してもね、俺はそう思うんだけど、やはりね、なんていうのかな、集団対一になって、しまったりとか、まあもしくは、すごい力を持った、人、まあ例えばね、店でいうとその店の、まあ、オーナーだったり、マスターだったりっていう人だね。こういう人たちとかそういう集団が、偏った、ジャッジメントをするようになると、まあ、これもおかしなことになるね。これはね、もうどうしようもなくなります。はい、でまあ俺もね、最近まで、こうちょくちょく顔を出させていただいてた、まあお店があるんだけどね、まあもう行かなくなりました。もう今後も行かないでしょう。はい、
まあ前はね、そのなんていうかな、こうバイク乗りとして、バイクの乗る人間が集まってきてね、本当にね、居心地のいい場所でした。休みの日にね、まあブラブラっと走っていってね、その店に行けば、誰かバイク乗りがいてね、まあバイク乗りがいなくてもね、そこのお店の店主とね、バイクの話なんかをしてね、のんびりと時間が経つのをね、ぼーっと過ごして、飯を食って、で、まあ気がついたら、3時、4時になってて、まあそろそろ帰るかということでね、また、ブラブラと家路に着くって、これがねやっぱりすごく心地よかったし、気持ちよかったしね、休日の過ごし方としては俺はすごく良いものだったんだよね、いいものだったから、ついついね、深入りしてしまいました。まあ行き過ぎたのかな、行き過ぎたのかな、そういうふうに思ってちょっとね反省しています。はい、まあそこがね、まあ今となってはね、もう別の場所のようにとっても居心地の悪い場所になってしまったので、まあもう今後空波が出現する可能性はゼロですね。はい、ないでしょう。はい、まあね、そう思うとね、結局こう集団でね、ツーリングよく行くグループを作ってみたり形成してみたり、それとか行くお店もね、やっぱり一つのお店に集中して、前は行ってなかったからね、前は本当にばらけて分散して、今日はこの店、今日はこの店って気に入ってる店が何軒かあるから、その店をね、点々とこう回るっていう、そうだな、まあ遊び方をしていたわけなんだけどもね。まあやっぱりちょっとやっぱりバランスを崩したっていうのかな、まあそこに関しては、俺もこう常にね、何事においても俺は、こうそういうものの考え方もそうだけど、人と人との関係に関しても、まあ例えば争い事に関してもね、バランスをどちらかにかけるっていうのは本来俺の何ていうのかな、主義に反するんですよ。俺はいつでも、バランスをとって、いたいんですよね、まあ何事揉め事でもそうなんだけど、俺はこう中立でいたい、どちらにもつかない、っていう風に、していたい派なんですよ、でも、それが許されない場合っていうのがあるんだよね、それが許されない場合っていうのがいて、例えば、野球にしてもさ、サッカーにしてもだよ、審判がさ金もらってさ、どっちかの、なんていうか、どっちかに有利なジャッジしかしださなくなったら、もうそれは試合として通用しないじゃん。ね、そういう話です。はい、単純な話なんだよ、本当にそういう話で、そういう試合ってさ、見ててさ、胸クソ悪くならない？で、審判がさ、まあいつとは言えないけどね、いつとはワールドカップのどっかの国みたいにさ、これは明らかにおかしいだろこのジャッジって、いうジャッジとかね、まあ昔で言うとね、プロレスラー、女子プロレスラーとかさ、レフリーでジョン・ヒグチっていたじゃん。懐かしいな、ジョン・ヒグチさん、まだ生きてんのかな。まあなんていうのかな、こう正義よりの、まあ、クラッシュギャルズとかさ、ね、ビューティーピアとかさ、そういうなんていうのか、正義系のこう、まあ女子レスラーがさ、ホールされるとさ、もうタップはめっちゃ早いんだよね、こうワン・ツー・スリーぐらいのさ、もうスリーカウント入っちゃう。だけど悪役のさ、女子レスラーがさ、ホールされるとさ、めっちゃゆっくりだね、うわーツーみたいな。そこまで露骨にやるかってさ。あんな感じ。はい、まあそうですね、まあでもそれもね、俺がそうだな、その、店のね、
中にこうあまり深く関わってなかったりね、そこの店のお客さんともねあまり、本当に上辺だけの軽い、1,2 度の付き合いだけみたいな感じであればね、特に俺も、そのままバランスを取って、いることができたんだけどね、やっぱりそのお店に対しても、まあ他のそこに来てるお客様に対してもね、俺はちょっと多少、純真をかけすぎていたかなと思います、まあ、なのでねもう抜き差しならない状態になったわけですよ、はい、まあ、これはね、自分として深く、反省しております。まあ、俺もね、そういうなんていうかな、自分の中ではある意味こう一つの大切な、拠点として置いていたね、店をなくしたというのは非常に、痛い、ところでありますしね。で、まあ、そのお店にとってもね、本当に、まあ、俺はとは大したことないんだけどね、まあ、言っても常連と言っても大したことないんだけど、本当にねたくさんの、まあ、古くからの常連さんをね一気に、なくす結果に、なりましたんでね、まあ、痛み分けという感じですかね。まあね、そういうこともあってね、本当にやっぱりねめんどくせえな。まあどうしてもさ親戚とかさ付き合わなきゃいけない人たちっているじゃん。まあ仕事でもそうだし、必ずどうしても避けようがない、付き合いをしなきゃいけない人たちっているよね。でやっぱり仕事とかは、まあお金もらってるし、仕方ないなって思う分もあるし、まあ親戚っていうのはねやっぱり血縁っていうのがあって、まあこれもまあお金はもらってないけどもやっぱりある程度はね、やっていかなきゃいけないって、思うところがあるんだけども、まあことそういうこう休みの日のね、プライベートということに関してまで、そうやってこういろいろ気を使ったりね、まあ気をもんだりね、しなきゃいけねえっていうのはまあ本来、俺が、こう休みの余暇の使い方として、目指すものではないのでね、やっぱり、なるべく深入りはしないように、まあ改めて、しようかなと思ってます。でもね、まあ今回ねそういった形で、そのお店にね、その店が開業した頃から、行っていた、お客様等々でね、まあそのお店に行かなくなった、人たちかな、はい、まあそういう人たちとはね、やっぱり、俺も今後もまあできうる限りはね、まあここまでもう乗りかかった船というか体重をかけた、結果であるのでね、まあ本当にお付き合いいただけるのであればね、今後も、ライダー、友達として、まあお付き合いをさせていただけたらななんていうふうに、思っております。まあね、今回そうして、そのお店には、空波は行かなくなって、しまいましたけれども、まあ、またね、古くからのお客様も何人か、行かなくなって、しまう方がいるかもしれませんけれどもね、まあ、そのお店に、残って、いるお客さんとまた新たにね、これから増えていくお客さんでね、まあ、ぜひ、盛り上がって行っていただけたらいいななんていうふうに、思います。まあ、これはね、俺の正直な、気持ちです。本当に、人間関係っていうのは、難しいもんだし、それだけ、人間関係っていうものは、本当に、めんどくせえもんだなって、改めて、思い知らされたね、今回の一件で。まあやっぱり俺は今日みたいに、ブラブラっと一人が一番なのかなと、改めて思ったね。